僕ら奈良出身なんですよ。そうなんですよ。やったっけ奈良市。でもそれよりも、はい、奈良市、奈良市、奈良山、奈良山駅です。あ、奈良山か、はい、高野原です。あ、高野原、はい、高野原は奈良市ちゃう、あれはギリ京都なんですけど、一番近いのが高野原なだけで、僕奈良市左京です。あ、そうなの。そうなんですよ。平城や。平城です。高校奈良、僕奈良です。片桐高校です。あ、片桐なんや。はい、片桐か。そうなんです。何にもない。高校どこ。僕大阪桐蔭です。え、はい、大阪桐蔭。そうなの。そうなんですよ。別に勉強ですけど、スポーツじゃない。あ、やってないんや。はい、あの山の裾にあるとこ。そうです、そうです。一個上に辻内。おお。一個下に中田。おお、はい、そうなんや。片桐卒業生、誰か言うの。片桐卒業生は、いますよ。片桐卒業生は、多分ね、僕が一番よくない。そう、しょぼいよ。女岡おるやんけ。岡、青空の岡。あ、え、あいつ片桐。あいつ片桐やったら、いや、お前も知らなかった。乗ってるやん。ほんまっすね。なんでお前乗ってんねん。全どこが著名やん。著名やろ、まだ。どこが著名やん。2人しかおらんから。まあ、岡乗るやったら乗るわ。乗るわ。これでお前、大阪桐蔭で調べてお前乗ってへんかった。いや、最悪や。お前、いや、違いますよ。大阪桐蔭のビッグ3言われてたんですから。あの、獅子本っていうラグビーのすごいやつと、うん、中田翔と漫才の優馬言われて。ほんまか。ほんまか、お前。おらんのか。おらんやんけ、お前。お前入ってへんやんか。お疲れ。何がビッグ3やん。他の2人入ってんじゃん。誰やったら中田翔絶対入ってるやろ。中田翔絶対入ってますよ。うわ、あともう一人誰。こぼしてますね、これ完全に。もう一人誰、ビッグ3。あ、獅子本ってやつなんですよ。何やってるやつ。ラグビーですね、獅子本。あ、これそう、入ってる。あ、入ってるやん、獅子本。お前ビッグ3ちゃうやんけ。おい、こぼしてるやないか、遠い。その下の交通アクセスのとこに入ってる。ないですよ、ないですよ。なんとか入ってんじゃん。なんでなんすか。お前名前新意識やろ。違います、ゆうばですよ。嬉しいな、でも奈良のやつ増えると。だ、少ない。でもやっぱ少ないよね、奈良で芸人って、ね、あんなに関西でこう大阪も出やすいのにさ、うん、手ごねとうちやろ、わらび飯やろ、ユリアンやろ、わらび飯やろ、大江さんとドードさんやろ、ドードさんやろ、わらび飯やろ、まあ、さんまさん言うてしまえばそれやけど、うん、水玉さんやろ、水玉さん、うん、まあ、でもやっぱ少ないね。少ないよ。でもだからその県民性かもしれんけどさ、愛してないやんって思わへん、奈良県民の人って。何を。県を。福岡県とかすごいやん、地元愛。言うたら奈良県人会をやろうなんて言い出すやつはおらんよね。まずおらんよ。でも福岡の人ってさ、ね、うん、分かる分かる。同居っていうだけでもうすごいのの一緒にたまたま飲んでて、チーム感とか。そう、たまたま居酒屋で知り合って、俺福岡やねん、福岡で、あ、そうなんみたいになってめっちゃ仲良くなるけど、うん、奈良の人ってあんまないやん、うん、ない。これ、うん、俺だから地味やん、暗いやん、うん、なんかのテレビで言ったけど、その奈良の明るさはもうさんまさんが全部持っていってる。奈良と和歌山で、うん、ごっそりね。ごっそり。いや、ほんまに何やろうな、なんでこんな感じなんねやろうなって思ってまうねんな。